ほども言いましたが、アーティストということと、あと帯広 の、 コンテンポラリーアートと、いわゆる活動をしていた中の実行委員の一人として、それから今、学べ庭園で、ちょっと野外の展覧会を企画している、帯広というか、十勝地区の文化の担い手としての意見を言っていただき、意見というか、思いを言っていただきたいなと思いまして、お二人に十勝地区について話していただきたいと思います。それで、そして、どちらか。司会者頼むね。ですね。お見送り確認してやってた仕事の内容って大体どういうものですか。ですね、その、お見送り美術館が一応というかいくつかそのコレクションの柱があるんですが、その一つが東東の美術館ですね。東立の美術館それぞれ、まあ、北海道全体を札幌の近代美術館でやるの以外に。函館あるのなんとか、旭川東北とかって、帯広は道東なんですよ。で、実は釧路芸術館っていうのが、ありまして、道東に実は2館あるんですけど、もともとはその帯広と釧路が同一館の綱引きをしてて、どっちが誘致するかっていうのに帯広が一応勝ったことになってるんですけど、なぜかその後後ろにもできていて、でも今更引っ込みがつかないから同等アートを以上帯広美術館はカバーしていることになっているんですが、ちょっとまあ、実際に言うと、網走とかの美術にそんなに詳しいかっていうと正直なところそんなこともなく、そしてかつ北宮網走の人には帯広は同等じゃないと言われ、どうしたらいいんだよみたいな感じなんですけれども、まあ、やっぱりちょっとその十勝の作家さんを見る機会が多いっていうのは、現実的なところで、まあ、ただ、同立の館っていうのは転勤があるので、結構その釧路の芸術館から来た人が帯広に来たら、まあ、それなりに釧路、根室の作家
わるっていうのは、まあ、そのずっと、地元の美術ばっかりは実はやっていなくてですね、まあ、例えば明治用とか、それからチームラボとか、いろんな雑多な、展覧会をやるのが、同一の幹部学芸員、まあ、お披露目ですが3人学芸員でやっているんですけれども、それが実情 で私は、行ってから2年目ぐらいに鈴木さんやそれから今日も来ている、吉野さんなんかとも、一緒に展覧会してこの、人の作った資料コンテンポラリーアートの、まあ、出身メンバーがここに1、2、3、4、5、5人書かれているんですけれども、そのうちの2番目に出てくる梅田正則さんの展覧会個展を担当したんですね。かつて十勝の新時代という展覧会が、常設展スペースで10回やっているんですけれども、まあ、それで、その時担当したのは実はたまたまというかお前やってみるぐらいの感じで、私は梅田さんを選んだわけなんですけども、私は梅田さんには決まってやるって決まってて、で、まあ、展示スペースも、まあ、どっちかというとちょっとちっちゃいし、で経験を積ませるためにやらせていただいたんですけれども、その後、十勝の美術館、フロンティア道東美術館で、現在っていうのをその後やって、で、まあ、結構道東の現在活躍してる人の作品を出して、その時甲斐さんの作品を出したりとかで、その後もっと古い時代の十勝の美術クロニクルというのを2010何年にやって、それでなんかようやくその今活躍している人たちがどういう流れの末っていうか、こういう美術が十勝でなってきたのかっていうのを、明治以降大正昭和で、まあ、昭和でその十勝の美術クロニクルっていう展覧会が終わったと一応一区切りで、本当の現代のものについて扱ってないんですが、古い十勝の美術をやって、でその後、札幌一回戻ってきて、また帯広行って、先ほどちょっと古川さんの話で出ましたけれども、動画のファイルなどをやって、まあ、2回目の、帯広勤務の時には、まあ、結構その付き合いがないというか、なんというか、で、まあ、様子も分かって、1回目の帯広勤務の時やっぱりちょっとその全体は全く分からずに、その時に会う人とその場で話して、知識を広げていくみたいな感じでしたね。どうか私はどうしちゃうのではないか。あれですか、まあ、これは多分鈴木さんの話を終わってからもう一回振った方がいいと思うんですけれど、結局現在の帯広地区というか十勝地区の話をするのは鈴木さんの話を聞いてからの方がいいと思いますので鈴木さんが話してください。まず北海道のアーティスト個人展の特別展として、この十勝 の若い人たちに光を当ててもらったその企画をしていただいて本当にありがとうございます。私は今74歳ですけれども、2歳生まれたのは桶戸町の山の中で、もうこれ以上家がないんです。でその後十勝に来て、2歳で十勝に来てずっと農家で育ちました。で子供の頃から美術が、まあ、美術じゃなくて何か作るのが好きで、未だにダメダメダメで続いております。十勝の美術が何か特別かというと、
よくわからないんですけども、まあ、札幌なんかに来て、どうでまたお湯を、私はお湯のその辺の中札内の学校に住んでるんですけど、そちらの方に帰ろうと思ったら車を運転してと、その夕張から新カップ越えて清水に着いて、そうすると十勝の部屋がバーッと目に飛び込んで、やっぱりその十勝と十勝のこっちとあっちでは相当そのなんて言いますか、環境とか空気とかいろんな人々の暮らしとかが違っていて、それがとってもその、まあ、人がそういうものにこう感化されながら成長していくので、多分それが染みつくんだろうと思います。十勝とこの作品を見ていただいて、それを皆さん感じていただけるかどうか分かりませんけれども、十勝県の人たちの作品っていうのには人それぞれ違いはありますけれども、一つ何か同じような空気をこうまとってるんじゃないかというふうな気がします。で、道東にいるもんですから、そのオホーツク県の人たちとのつながりも私もあるんですけども、系列ですのつながりがあるんですけども、まあオホーツク県もまた特別なその雰囲気を持って、匂いといいますか色を持っていてですね、その違いがとっても面白いですね。で、オホーツクの人たちはなんかとってもこう朴素だけども、表現するものに筋が通ってるっていうか、まあ俺たちはこれしかないんだみたいな、とってもそのオホーツクらしい雰囲気があって、私はそれも大好きで、十勝は昔から十勝文道主義って言葉があってですね、その文道ってのマリリン・モンローじゃなくてアメリカの大統領ですか、それが、そのアメリカは一番だからお前たちヨーロッパとは干渉しないんだみたいな、その心地を持ってたようですけども、十勝も割合そういうことがあって、十勝が一番いいから、そのたとえよそから来た人たちに、まあ、十勝はいいんだからこっちで住むよだとかね、十勝の食べ物が一番うめえぞだとかね、やっぱり十勝っていうのが一番だって考えてる節があるんですね。まあ、そんなに偉いわけじゃないんだけど、十勝の人っていうのは、まあ開拓をして、広い、それこそ西諸島とか駆けつから見る広い平野を、まあ、耕したっていう自負心があるのか、とってもなんか自立心があって、ただその他の人たちと合わすのはちょっと下手なことがあったりして、まあ、それが美術の表現にも少しこうつながっているのではないかなというふうに感じています。で、その農業とは、まあ、この資料を見ていただきたいと思うんですけども、ね、私は4人のメンバーですね、4人のメンバー5人がいるんですけども、ね、十勝に目指した、その東京でも札幌でもない、十勝に足をつけて、何か技術の表現をしたいなという。思い立って4人がですね、いろいろ話をして、この5回の展覧会、美術展を企画しました。で、最初にその5人でまだ何の考えもまとまってない時に、裏頃、豊頃の十勝川の河口に行きました、真冬に。もう本当に何もない、ただもう縛れてる海岸ですね。で、十勝川が、まあ、そこに流れ込んで、今はジュエリーアイスで有名になりましたけども、何もない、大白橋がたまに止まって、ここからその我々の先祖が十勝川を船で登ってきて、その十勝ってものをその開拓したんだというものをね、そこで皆さんでこうお互いに感じたと思うんですね。感じて、これを基本に美術展をその企画しましょうというふうになったんですね。で、5回の展覧会ですけども、それぞれバラバラです。もう展示する会場も違うし、テーマも違う、声をかける人もバラバラ、
で、それはもう、なぜかというと、やっぱりその改革精神というか、とにかく新しいことを何かやりたいなっていうことが基本だったと思うんですが、何か改革しようと。昔の人が、人たちを、与田弁堂とか、ああいう人たちが改革したように、何か改革したいなということで、既存のその美術のその表現のあり方とか、そういうものを最初から捨てて、十勝八の美術をやろうとして、5回の美術展を企画したのがこれです。当初から5人のコアメンバーですから、5回やって、やめようと決めてました。やめてよかったです。ものすごく疲れるんですよ、気がする。その時にちょうど同じような時期に渡辺一郎さん、それから石井さんたちが春会の芸術業界を始めて、まあお互いに切磋琢磨しながら進んでいくと、まあ私の考えてとかっていうのはあったんで、考えるもの考えてませんけどね。コンテンプラリーアートに関して別に何かいいことですね、やってきて、はい、まあこの5回目の加工展というのはですね、もうネタが好きだってやってるわけなんですけどその今まで美術展というのはどこか一か所の会場に作家が集まって作品を持ち寄って、あるいはそこでインスタレーションをしてお客さんに見てもらって記録を残してというのが一般的です。この加工展というのはですね、ちょうどコロナが流行る前だったんですけれども、もういっそのこと会場も持たない。もう各作家が自分の気に入った加工で何か作品を作る、あるいは持って据える。そしてそのデータをこの事務局に送ってもらって、それで美術展というものをやろうというふうに考えた。それがその、まあ面白かったって言えば面白かったんですけど、なんじゃいということで、なかなか参加する人も、参加してくれた人も大変だったと思うんですけども。あ、ここにいる。カピラちゃんなんかは声かけたんですけど、あんまりもややこしいんで、俺は今回出さないってことを決めたんですけど。結構面白い企画だったと思います。ある意味未来的です。未来的です。これからこういうふうになっていくかもしれませんね。各作家が自分の好きなところで作品を作って、どっかのギャラリーだとか美術館に持ち込むんじゃなくて、それをその何か一箇所にデータとして集めて、作品として、成立させるということだと思います。まあ、どうなったか。これは最後です。あともう一ついいですか。この2回目にやったのがですね、ウォークインハートプロジェクトってあるんですけど、これは十勝の、農家の方の土地をお借りして2週間野外展をやったんですけど、全く知らない農家さんに突然訪ねてってちょっと土地をお借りしたいんですけど、から始めたんですよね。農家さんは皆さんとても親切で、この会場をやる面積が広いですから 4軒か5軒の農家さんも土地が乱れてて、皆さんから、ね、開拓いただいて、でいつやろうかって、まあ、十勝で一番いい時期、一番美しい時期はいつだろうって、そしたらやっぱり冬じゃないか、一番寒い時期は2月だと。で、ずっと天気予報を調べたら、2月1日から2週間がほとんど晴れだった。この2週間、もう決めましょうって決めたんです。ところが、その全然その時は雪が降らない。始まる何日か前に、やっと、もろちが真っ黒になってくれました。とっても運が良かったと思います。ただ一つ運が悪かったというか良かったというか、もう全部、その参加者さんが決まって、方針も全部決まって、なんとか女性の、そんな、女性に、対談のものが決まって、スタートだっていう前に、すいませんって、その、対象農場っていうのを管理してるんですけど、農家さん、そこにこういうことやりますかって言ったら、あ、
もう即刻やめてくださいって言われて、もうマスターになっちゃって、なぜかというと、そのジャガイモシスト線虫っていう、ジャガイモにその寄生する小さな線虫ですね、虫がその、あの農地に入り込むと、農家さんが、その土地を持っている農家さんが破綻するぐらい大変。でその当時も、まあ、今もそうですけど、一般の人を絶対農地に入れないでくださいっていうね、農水とかを移るだけその中には、真冬は OK ってないんですよ、うん、だからもう夏であればないですよ、ダメですって言われて、それから焦ってね、じゃあどうしたらいいんですか、そのジャガイモシスト線虫が絶対にその農地に入らないように、あなたたちが工夫しなさいって、それから慌てましたよね、その農協だから、分かりましたけど、農協の購買に行って、あの防草シートって、あの防水性シートっていうのを買ってきて、たくさん、何十万もかけて買ってきて、管理棟だとか、そこら全部引いて、駐車場とか、いや、もうその靴を消毒するために、もう何十足の靴も並べて、なんか、消毒液も全部用意して、トイレで。で、農協に行って、いや、ここまでやったんですけど、どうでしょうか。その、透水性シートっていうのは、こう、穴が開いてるんですよね。ダメですよ。その穴から、虫が入ったら、どうするんですか。その前に調べたったんですよ、その虫の大きさ。穴の大きさ。だから、穴の大きさが何ミクロンで、虫がこんだけだから、この穴からは虫は、あの地面に落ちません。そこまで調べたら許可しますいや、だから、ね、5回でやめて本当によかった大変です、技術的に比較するとね、うん、何回も技術としてもそうだと思いますけど、うん、まあ、そんなことで、トカシはトカシでやってますでもあれですよね、そう言い方したら、国際芸術祭、札幌国際芸術祭、あれも去年冬の展覧会をやって、それまで展覧会は冬なんかやったり、ちょっとなんかやるもんじゃないですか。わざわざ小町のね、人のいないところの真冬の寒い時に、僕はさすがにビビっていかなかったんですけど、結構見に行った人もいっぱいいて、いろんなところで展覧会をやったりとか、あと最後の加工展にしても、今展覧会開いても見に来ないで、ネットで見て、終わりにするみたいな、そういう、なんていうんですか、こう、そういうことの方が、ね、こうメインになりつつあるような時代に、それを先取りしたようなことをやってますよね、そういう意味ではね。だからそういう意味では、やっぱり、プロジェクトというか、先取りだったりするんですよね。まあ、楽しかったですね。札幌芸術祭の方も、視察っていうか、話聞きに来ました。番組にやってどうでしたか。そういうのをずっと見てきた、トカチの、なんていうんですか、その独特な気質みたいなのって感じますか。気質というか、まあ、一般的に言って、まあ、札幌とトカチは全然、規模が、人口規模が違うので、15万、180万ぐらいですね。10倍ですね。そう、10倍ぐらいなので、一般的に、十勝の現代美術、現代アートシーンは、まあ、北海道の中では比較的、元気だっていうふうに言われています。っていうのは、佐賀は別ですよ。それ以外のやっぱり都市で、こんなに活発にいろいろそのアーティストの人が数がいるっていうことはやっぱり珍しいんですよね。まあ、いくつか別個にも都市ありますけれども、こんなになんか、まあ、グループ展示制をやっているところはいなくて、まあ、ただ、やっぱりちょっと、だんだんと年齢層は、中心メンバーがあまり変わらない時代は、こう、時が経っているなというところは多少あるかなと。でも安心してますよ、この若い人たちいっぱいね、小林君も本当に出てきて。ずっと続いてきてるので、全然心配はないですね。それこそ明治以降の十勝、うん、で、なんですか、ビーズをやってきた人たちというのは、主に
そのなんですか、農家さんがあのちょっとこう神田市長みたいに、はい、農業をやりながらなんとかっていうわけではない。芸大に行っているんですけど、それは十勝でもう初ぐらいのすごい大会場なんですよ。それはやっぱりもともとは東京にいた人だからとか、芸大に行くっていうのが、まあ、多少とも、ハードルが低かったんじゃないかっていうふうに、考えることができるので、まあ、やっぱりその時代的にも先生とかの方が絵描くには絵を描くことにつながりやすいというのがやっぱり、まあ、初期の5月の美術ではそうですね。で、現代美術系でいくと、やっぱり1980年くらいから、まあ鈴木さんとかとも一緒に、活動をしてますけど、それより上の世代、佐野さんっていう方がいらっしゃって、多分札幌の人たちとも。その辺りから、まあ、今こう活動につながっているというのはあると思います。それがありますちょっと出てるっていうのはありますかね。あれ、帯広市とか十勝毎日新聞社とかそういうところが主催になったかな。あそこにいる吉野さんとかがそこにずっと送りつかっていろいろ手を入れてくれたりとか、それはデメーテルっていうのは何か言っていいんじゃないですか。大地の神様、豊潤の神様ですか。それからの技術点があったんです。それはまあ有名な、もうすでに高名な作家さんを集めてきて、その大々的な美術展を開催した。その帯広競馬場の厩舎だとか、そういうところを使って繰り広げられたんですよね。で、それもだいぶ今の現代美術にいろいろ影響を与えたかっていうと、まあ、多少与えてると思うんですけども、その前から活動を表してたので、まあ、何とも言えないんですけども、帯広、まあ、十勝の人たちが、まあ、多くそれを、その美術展、デメーテルを見たと思うんですけども、もともとその、なんて言いますか、開拓者っていうか、まあ、新しいものを好きで、その伝統に縛られないっていう、気風があるものですから、その新しいねって、その現代美術だとか、それから今言った平面者 のいわゆる油絵とかですね、そういうものとの区別っていうのはほとんどね、なんか意識の中にないんじゃないかと思うんですね。まあそれは北海道も全然違うかもしれないですけど、本州に比べてその現代美術とその、まあ、伝統的な美術のその差がいのこう意識しで、こう鑑賞するっていうのはあんまりもうほとんど意識もないんですよね。どうでしょうね。霊言者の人たちが現代美
親しんでいるかっていうと、なんかどうなのかなと思って私が聞いました。あの平面者とかそういう当然なんかの作家さんをのを声をかけて、うん、我々の企画展に参加してもらったりしたことも、うん、まあ、意識的に声をかけていただいたこともありますけど、気づきが落ちちゃう、そういうのはありますけどね。声をかけになる、薄いけど繋がりなのが、まあ、そことは違うので、例えば顔認識の人工規模だっていうのは違うな。でメンテルをやったっていうね、帯の美術さんのそれこそあの山あいかなんかで、はい、こうなんかその時によく池田みどりさんのあのマスクがぶら下がってるのとか見たんですけど、そういうなんていうんですか、あれはアンチとしてやったんですか、共産としてやったんですか。まあ、共産じゃなかった、共産ですね。なんか あいつがやるんだったら私たちがやるみたいな、そんなことないんですよね。アンチじゃないんですか。あれはね、あのちょっと説明すると、あのデメーテルで招聘した作家っていうのはもうすでに世界的に有名な作家さんが多くて、それとその地元の作家をどうしようって話もあったんですよ。ところが資金的にも活動の範囲もそのスケールが違うんで同一にはできないだろうということで、あの緑ヶ丘周辺の環境にあの地元の作家さんを集めて、で、まあ、競馬場ももともと競馬場に決まるっていうのもいろんな曰く因縁があるんですけども、競馬場の方はその世界的に、まあ、招聘した作家さんを扱おうという形になったんですよね。ええ、関連企画っていうか、そうです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 、あのデメーテルにまでつなげるのに、さっきあの出てた佐野さん中心にして環境アートっていう動きでもう6年ぐらいずっと続けたんですよ。うん、でそれがあって、だからそれがあって、まあデメーテルがせっかくできたのに地元の作家との接点も何もなくなるっていうのも困るということで、緑ヶ丘周辺に展開してったんですよね。でそれとあのインターゾーンって建物の中でやっぱ地元の作家や若い人たちとその招聘した作家との交流だとかそういうのを設けたんですよ。まあ、そうなんです。大野子さんと握手したって文句言ってやろうと思ったんですけど。それが本でしたので、あんまり私ないように知らないです。吉田さんって言ったらすごい分かりやすい。吉田さんなんか用事があっていなくなっちゃったみたいな。結局、まあ、それよりも鑑賞者と、鑑賞者というか、なんかギャラリーとあの展覧会の運営とか、その内部の人間とギャラリーとしての一般の人のとのこう関わりの方がいろいろこうなんて難しいというか、だからそれこそ近代美術館なんかでも、何でしたっけ、なんとかの国宝展みたいな、なんていうか、このお宝展みたいなのをやると、ものすごい入りきれないこと人入るけど、例えばちょっと現代美術的なものをやると、まあ、それなりだみたいなことも含めて、まあ、美術っていうのは、まあ、いろんなものが含まれてくるので、一概にこの本とは言えないんですけど、ただね、さっきの本じゃないけど、地方で帯広がやっぱりその地方としては特別に、なんていうか、それなりにこう活発に動いてるというのは、こういう面を見ても、帯広っていうか、十勝地区で、一人一人の作家さんの、こう、なんていうか、ちょっと話聞いてても、深いですよね。その人なりの世界のこう深さみたいなのがそれなりにあって、あと、パッと感じるのが、北海道の、北海道じゃない、50人いたりとかずっとやってきたときに、割と感じたのが、なんか全体に暗いんですよね。暗いっていうか、暗いなって感じるときが結構あったんですよね。なんていうか、北海道のこのなんか独特のなんかこの暗さだねみたいな、なんかヨーロッパ来た人に言われたこともあって、北海道の人ってなんか全体に明るく、なんていうか、なんかこう、まあ、
冬の空なのか知らないけど、どんな世代の部分があるねと言って、そういう世界の中で生きてきたのかな、なんていう話をしたことがあったんですけれど、今回の展覧会を見てると明るいんですよね、基本的に。その展覧会の内容もね。だから見てて、あっと思って、なんか、この辺がすごい、いわゆる北海道っていうくくっちゃうと、まあ、札幌中心になっちゃいますけど、それと十勝地区の差なのかなっていう、だから明るいっていう感じですね。あ、冬が明るいんですよ、十勝はね、冬が。雪が少ないけど。お天気を見てると、毎日札幌方面がこう雪のマークついてると、十勝は毎日晴れだから。うん、それが影響してるだからなんかね、多分その辺の気質が違ってきたら、違ってるなっていうような感じをパッと見たとき、天井があったときにそういう感じしましたよね。それと基盤っていうか、産業基盤が農業だから、まあ、酪農してる人は必ずしもそうではないですけど、畑作の人たちは冬冬眠だからね、うん、もうほら雪降ったら諦めちゃって、もう来春まで立ち遅れたりいろいろだから、この切り替えがさ、このいいっていうか、諦めよりも早いけど、また来年頑張ろうみたいな、そんなのがあってね、ちょっとカラッとしてるかもしれないね、その辺でもね、もう 前の年のこと引きずってねってだから作品も自分の作品にこの残すっていうか、引きずらないで、もう好きなことやる人が多いと思う。なんか、取り組みのない話になることになってって、皆さん、なんか意見っていうか、なんか聞きたいこととか、なんかありますか？いいですか？はいはいはい。そうですね。何回もテーマが高知ゆかりのアーティストってありますけれども、まあ、これ見る限りあれですよね、高知ど真ん中のアーティストっていう感じで、なかなか作品にも高知がギュッとこう詰まってるという感じがします。それで特徴もですね、それぞれ思いがこう溢れて力強いなと思いました。それからこの力強さっていうか、なんかの十勝パワーみたいなものがどっから来るのかなって思ってね、ずっと二人の話を聞いてたんですけど、それでなんかちょっとこれかなと思わなくてな。あります。それはですね、なんていうのかな、十勝のアーティストは栄養がいいんだなそういうような印象をね、受けました。その作品を作るための栄養ですね、まあ、全てにおいて栄養がね、それはやっぱりなんていうのかな、僕は十勝にあるまあいいものをですね、しっかり食べての活力じゃないかなと思います、うん、それでですね、鈴木さんに質問があるんですけど、十勝の食べ物で元気が出て精がついて、そしてアートの心を高めるような食べ物を食材でもいいですし、料理でもいいですし、何かあったら一つ。一番難しい。十勝の料理ってね、ほら、ラーメンにしても、なんか旭川ラーメンとさ、函館ラーメンとか、十勝ラーメンってないんですよね。十勝はね、素材として、こう生産は一生懸命するけれども、特別うまい料理あるかったら、豚丼なんてのは有名だけど、群を抜いてうまいかったら、まあ、食べてるんですからね。
まあ、お菓子って言えば有名なお菓子屋さんが何軒かあって、お菓子はまあ私らも誰かに話したらお菓子買っていくんですけど、まあ、素材もね、近くに農家さんいっぱいいるけど、いるから私農家でないけど、じゃがいもなんか、あの、車庫にドンと置いてあったりしたんで、そういうのはありがたくて、そういう新鮮なものは食べるけど、それは、こんだけ流通を果たせれば、札幌であれ、東京であれ、そんなに変わらないんじゃないかと思うんですけど、あの、まあ、どっかと。公園でなきゃいいんですけど、お家庭じゃないですけど、札幌の何ですか、なんとかっていうお菓子屋さんの向こうに支店があって、その向こうで、何ですか、今札幌で作ってるのと同じものを作るはずなのに、なんかオリジナルをどんどん作ってって、聞いた話です。うん、それで、なんか、だったらお前、あの出てけっていうか、独立しているから、独立しているのが今の形だっていうので、だから、そういう意味ではね、うん、それでだから別会社になって、そしたらこれそっちの方が有名になっちゃったっていう。うん、あのだから そういうのがなんか十勝らしいなっていう感じもしますけどね。あ、それで思いついたのは、あの、帯の金が、インディアンの金が、本当に地域の風土で、安くてうまい。で、あの、全国組織のなんかチェーンみたいなカレー屋さんが入ってきても、しばらくちょっと撤退してるんですよね。だから、まあ、元気出るったら、あの、サラリーマンがとってもね、あの、味方ですから、彼が、その、スカイに入ってる部分もいいかもしれないじゃないですか。そんな、食べて、おそろそろ暮らしてる。その水は札幌にあるんですか？ん？ないです。そんなに出さないんですよ。ああ、そうですか。うん。ついに、おかしい顔が出ました。インディアンの顔で。インディアンじゃなくて、インディアン。これはせっかくですからね、スムーさんにも質問があります。あの、スムーさんはちょっとさっき話聞いてて、オフィシロ美術館で幅広く活躍して、そしてそのアートの心に尽力されました。うん、それで十勝をね、色で表すとしたら、色が独断的ですね。まあ、緑の気もするけど、青かなという感じは、やっぱり、まあ、お会社の中で考えると、やっぱり晴れているイメージが結構ありますけどね。うん、あ、ありがとうございました。なんか、高まってきました。いろいろ私見せてすごい。あの、私はね、赤だと思ってるんですよ。その十勝の晴れて青空とか、冬の雪の真っ白い雪面とか、まあ、これはもちろんですけども、赤ってのはね、十勝のその農村時代で暮らしてると、その夏はもう全部緑になります。冬は全部白くなる。そこに農家の、あの、馬小屋とか、納屋とか、屋根とか、赤かったり、青だったり、赤がね、一番目立ってる、綺麗なんですよね。で、学校に行っても、その、とことことこと家に帰る、高い屋根、これを目指して帰るっていう、その、色が単純なだけに、その中にその人工的な赤っていうのがね、ちょっと分かった人たちの手頭しい色だなっていう、あの、なんか赤い材料とか、それを思いながら、その、例えば、向川だとか、その、漁業、漁村の方、あの、海岸地帯に行くと、あの、その、倉庫とかの壁に、しっかり青く行ったりして、やっぱり色っていうのはその地域地域でね、そこに暮らしてる人が思わず選んでしまう色っていうのはじゃないかなと思って、あの、青と赤は僕も好きなんです。明日の朝一まで
自分の中で分かってる。もう一つのこの計算があるんですけど、これ私は長谷県というところで仕事をしている感じで、この庭園の中にギャラリーを設けたんです。今から1年前で、ギャラリーっていうものを全くゼロから考えて、昔だし、あるいは保険なしギャラリーっていうのは何だろうって考えていて、ここのギャラリーは室内がないんですよ。外だけなんですよ。で、30メートルの奥行きの幅が20メートルなんですね。クローズマスという、その北の方に見られた、背の高くなる松の中なんですけど、その林の中一帯がギャラリーとしてます。そういう室内のギャラリーはたくさんあります。ギャラリーに中庭がついて、そこにも展示できるところもありますけれども、外だけをギャラリーとして歌っているのは、多分他には私の知らない限りではないです。それは一番十勝らしい、十勝のその風景に合った展示の場所として、自分としては解説したつもりで、もう一つは、そこで年2回個展を、やるんですね。春は5、6、7、秋は9、10、11、3、1人3ヶ月の個展ですから、年2回の個展をやります。これも通常のギャラリーは1週間とか2週間で交代なんですけど、もう思いっきりこの広い十勝でやるんであれば、もう個展もがっちり長くだったらどうかっていうふうに考えて、その中で発表してもらったのが萩田哲郎さんが参加した何年前か去年秋ですね。去年もあどうなんですよ。それありますね。どうやってみてもらうこれなくて先行してるわけじゃなくて、次誰かいないかねみたいな感じでやりたいなと思ったら、あ、いいよみたいな感じでとてもやるんですけど、来年は再来年はパレードの場所で春は空いてますね。やりたいって知りたいですけど早逃します。全然知らない。
人が何とか来てドンとやってる、そういう人を受け入れてやってもらうっていう、大変な経験です。こういう水がないで、あの、あのこちらへ来るって展示するのかな。そういう風にね、最初にやった人が、こういう人いるから、あのなんか、やたらするからどうかやったら。入ってたらいいよね。時間もそれだけなんですけど、なんか他に何かありますでしょうか。質問というよりは、なんかさっきの何色が好きでもいいですけど。いいですかね。いいですか。じゃあこの辺で、あの、とりあえず、あの、インタビューになったかどうかわからないですけど、終わりにします。それで、お茶ありますので、お茶飲みながら、なんか雑談して、少しゆっくりして、慌てて待って、会社に行くと、いつもこのままにしておきますので、今日は。今日、もうちょっと終わりなので、だから、のんびりしてください。はい、ということで、どうもありがとうございました。